N 国党をぶっ壊して、民主主義を守る。はいどうも、みずにゃんです。本日の、サブチャンネルその2本目の、動画なんですけれども、昨日ですね、立花隆さんがまたまた、裁判で負けました。いやもう立花さんといえばね、もう裁判所をねコンビニのように使ってる人だからね、まあ本当にね、昨日のね動画でもね、裁判負けた後裁判官を批判したりとかで裁判所のことを批判してたりとかするけれども、そもそもね、NHK の集金人を証人として、呼ばれなかったからって言って怒っちゃダメだって。でしかもね、立花さん、あなたね、あの一審が終わった後の、裁判、一審が終わった後の動画でむちゃくちゃなことを言ってますからね。ね、あの NHK の集金人に対してこう出てきてね、ほんまのことを言ったら NHK 辞める代わりにうちの党で今の給料の2倍上げるからおいで、お金で解決できるならお金払ってあげるから出ておいで、これってもう買収工作じゃん。でプラスアルファ NHK の集金人に対して、脅迫もしてるじゃん。えらい目に遭うよ、家族生きていけるかどうかわからないぐらいえらいいじめに遭うかもしれないよ、名前も、野所も分かっているわけだから、あんまり脅しても悪いけど脅しときますって言ってる時点でもうこんなね、動画が裁判所に提出されて、で裁判官がね見たとするじゃん。でそしたら、ね、いくらねその NHK の集金人を証人として申請出したって、この動画がある時点で NHK の集金人 の証言能力で証言の信憑性っていうのを欠けるわけよ。だからその時点でね、あの集金人のこと、集金人をね、証人として裁判官裁判所が呼ぶわけがないじゃんっていう話で、あなたね、結構とんでもないこと言ってますからね。しかも立花さんって法律のプロじゃないのね、法律のプロね、法律のプロであるんであればさね、こういう発言気をつけなきゃいけないわけじゃんね。リップサービスかもしれ、本人、立花さん本人からすればリップサービスかもしれないんだけど、そもそもね、リップサービスかどうかなんて裁判官そんなの見ないですからって話だよね。でもう立花さんね、まあ、自分がね墓穴を掘っておきながら、ね、裁判官裁判所のことを批判してるけれども、そもそもね、子供みたいな、だだっこみたいです本当に。で実際ね、あの N 国党の支持者の人でコメント欄の中でさ、いや裁判所って本当に怖いですね、裁判官ありえないとか言って裁判官批判、裁判所ね批判してるけれども、ね、立花さんのね一審が終わった後の動画での発言見て、これで何、裁判所裁判官が証人として NHK の集金人を呼ぶと思いますかっていう話ですよ。だからもうその時点でね、ありえないっていう話で、ございます。はい、まあてなわけで、はい、本日の、動画なんですけれども、なぜ、立花隆がね昨日の裁判で敗訴したのか、でそしてなぜ集金人が証人として呼ばれなかったのかについて、解説をしてみました。というわけで以上、みずにゃんです。じゃあね。